唐揚げくん1個増量中って書いてんのに1個増量になってなかった時悲しい。だけどハロウィバディリョウです。さあ今回もリトルナイトメア2続きの方やっていきたいと思います。はい、前回ね、ここに倒れてね、クソガキ2匹ね、クソガキ2人をね、人殺させていただいて、カボコを助けた。オッケー、カボコ生きとったな。ちょっとあの先生に分解されてたらどうしようかなって思ったけどね、そんな心配なかったね。あのヤンクミマジ、あれ、いつかまた決着つけんのかな。あの最初のショットガンおじさんみたいにさ、いつかあいつも殺すんかな。なんかやりそうやでな。やりかねへんよな。なんかリトルナイトにはそんなとこあるからな。脱出か？これちょっと待って。絶対折れるよね、ここ。ちょ、お前、一人ずつやって、カボコ。一人ずつ、赤。もう、行くわ。一人ずつやって、お前。折れんかったからよかったけど。何ここ。入られへんねんけど。入れないで、あ、しゃがみか。はい。ピ、あーのー。なぜくくり、あ、ハンドルあるやん。持ち上がるけ、こんなん。持ち上がらんって、絶対に。持ち上がるんかーい。お前、力強いな。え、そんなに？絶対無理やんな。あ、これあれか、極限まで持ち上げて、このダーンと落とすやつやな。あ、勝手押し切った。抜けへんやん。上登んの？あ、すげえ。めっちゃ面白いやん。めっちゃ面白いやん。いや、これしっかりしてんな、しかし。あ、これまたあの、息合わせてこの、息合わせていくやつや。はーい。死ぬやろ。この、ここに刺さって死ぬ。でもこれ音でバレるとかない？次の敵に。これもう脱出したんかな、学校そもそも。ここ上がれんな。これまたあのカボコフォーメーション。あ、クソガキおる。クソガキ、クソガキいるじゃん。なんこれクソガキお前。あ、フォーメーションカボコな。お、うわ、またカエルや。うわ、カエルに鍵突っ込んで遊んでるやん。あいつ最悪やな。何してくれてんねんお前。で、俺、武器が、あ、武器あそこにあるやん。え、でもこんなん。え、これ、うし、あ、オッケー、ナイス。カボコ、お前、マジで。俺のやってほしいこと分かってんな。あいつ、言葉で言わんくても通じ合ってるから、俺とカボコは。はい、ニンコロ。はい、お疲れ、ビーボー。さて、オッケー、鍵ゲッチュして、てか、そもそもこれ、あ、開けれんのか、こっち側からは。はい、鍵で、オープンザドア。オープンザドアしていって、あ、まだまだ学校やん。プリントの長さと完全にボードの大きさが合ってないからな。ちょっとニンゴロ行ってくるか。ん？なんかカボコ積極的に。え、カボコやめとけって。え、ちょ、武器ないのに。え？え？行く気ですか？うわ、行った行った行った！え？やばい、だいぶ切れてるやん。いや、それあんなことされたら怒るけどさ、なに、俺が思ってる以上に切れてんな、カボコ。あんまりその見た目で分からへんから、怒ってるとか、怒ってないとか。なんか、お前、パッと見怒ってるかどうかとか分かれへんからさ、ちょっとすいません。あの、怖いねんけど。あ、見てこれ、プロポーズするみたいになってるやん。めっちゃ嫌がられてるけど。プロポーズする前から断られてるけどさ。てか、ちょっと待って、とんがりボーイ、ミンクなん。なあ、見えひんよな。ワンの時さ、そこかしこにおったやん、とんがりボーイ。一匹も見えひんねんけど。最初のあのイベントの時以来。まあ、動画にしてないしな、そもそも。帽子は？ What is hat？ ちょくちょくピアノ止まるやつやな。ちょっとトイレ行ってきます。てか、ちょっと待ってな。これ、俺さっきさ、ブラッドボーン撮ってたんやけどさ、あの、ブラボの画像見てこれ。完全に一致じゃない完全に一致やでな。ほんで、誰がピアノ弾いてんのってヤンクミやんな、多分。あのガキどもこんな器用じゃないもんな。ヤンクミがピアノ弾いてるやつやけど、ヤンクミと最終決戦じゃん、これ。あ、フォーメーションカボコ。まじ、すべて俺を導いてくれるやん。多分一人やったらここで積んでるで、どっか登んねんつって。ここ開けていくんだろうけれど、あ、開かないわ。これ一人じゃ開かないわ。え、これ落としたらでもヤンクミにバレるんじゃない？ちょ、お前そこ危ないぞ。いや、でも、ヤンクミピアノ弾くのに夢中になってんじゃないこれ。オープンセサミ。オッケー。一人焼くんじゃんこれ。これ最終決戦の時近づいてきてんじゃないヤンクミと。なんかヤンクミ言うねん。うわ、ほら、ヤンクミおるやん。あの髪型は絶対ヤンクミ。なんかあれ曲作ってんのこの人。
これ弾あれやんな、ピアノ弾いてる間に行けってことやんな。外であのガッシャン落としてもこれバレへんかったんか。いや、ピアノ弾いてる間に何かをせえっつってんねやろ。あの上に足場みたいなのあるけど、あそこまで届かねえじゃん。つってあのヤンクミの上のピアノを突きっていくこととか絶対無理やんか。ここちょっと降りられるようになってるってことは多分ここ側から降りれて、バレないよね。急にこっち向いたりしてないっしょ。ハンドル。ハンドルミッケ。ハンドルミッケ。あれ上でぶら下がってるやろ。わかった。やること分かったわ。ピアノ弾いてる間だったら多分バレないやろ。急になんかピタって止まるかもしれんからな。オッケー。話しても大丈夫かな、これ。はい、カボコが移動しました。オッケー、ここでチェックポイント入ってくれた。ナイス。さてやけど、さて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 なんやけど、なんならここのロープ登った方が早いんじゃないかいって感じすんだけどな。まあ、やることは大体分かった。何を言うてるか。これやろ、こいつやろ、多分これでね、あそこ登れっつってんだろ。分かってるよ、それぐらい。いや、こういうの俺ほんまなんかダメだわ。心臓がキュッてなる。心臓がキュッてなるから。リトルナイトメアってほんまなんかそういうの心得てると思う。間違いなくなんか精神、なんかそういうなんか精神のあれに詳しい人が作ってるから、これ絶対に。そういう人間がどうやってビビるかって、これバレるんじゃない。バレたバレた、来た来た、行け、はい、行け。なんで閉まってる。引っ張りすぎて俺しゃがんだボタン押したまんまにしてもうたわ。はい、来ます、はい、来ます、はい、はい、でも来ます。これ押して押して、はよ押せ、はよ押せ、はよ押せ。そ、四角が出しな、四角が出しな、忘れんなそれを。はい、こう行って、もうしゃがみボタン押す人ない。行け行け、はよ行けって、はよ行け、何してん何してん、お前の命がかかってるね。はよ行け、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 ほら行け行け行け、オッケー。危ない危ない、オッケー、いったいったいった、まだ来る、絶対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 まだ来るって。けへんわ、けへん。ちょ、で、出れないんすけど、ちょ、ちょ、させ、出れないんすけど、ちょ、ちょ、あ、出れた。サム、どうした、大丈夫サム、こ、俺のバケツ貸そうか。寒がってるぞ、お前、女の子が。お前そこは、お前、会社を見せなあかんやん、男として。男として会社を見せなあかんやん。これどないやっとんねん、ここどないなってんねん。どんな住みづらいビルやねん。お金もらってもあそこ住みたくない。あれやねんな、確かさ、何度やったっけ、3、なんかめっちゃちょっとだけしか傾いてなかったも、人間でその具合悪くなるらしいやんか。あそこまで傾いてたらもうダメやねん、人間に戻れんくなるわ、あんな傾いとったら。何度やったっけな、多分10度も傾いてなかったとしてもあれなんな、これ落ちるやつ。いや、これは落ちないな、これ。絵になるやつや。これ、絵になるところは落ちないから。絶対に。これ、サムネにいいね。いや、まあ、サムネ多分さっきのとこやけど。何の話しとったかもう忘れたわ。やばいな、もう。もう、すべて記憶飛んでいくやん、このゲームやっとったら。ん？これ系？これ、中入れるやつじゃん。中入ったら、そこじゃないんだよ。そこじゃねえんだよ。よっこら。え、なになになに？ウィンガーディアムレビオーサー。これ、押せる？カボコ頑張って。あ、入れるやん。入れるやん、入れるっす。けど、向こうが問われへんよ、俺。ちょ、カボコ、もう一回こっちやれ。もう一回こっちやって。入れるやん、入れるっすなんやけど。どないせいって言うてますの？この変なとこで積むの俺嫌やんな。変なとこで。と！向こう側行けないよ、これ。ここ側から登れとかない？そういうわけでもない。なに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 、どないせいって言ってんの。あ、これ久々に積んだな。いや、ここまで異様にさ、あれやんか、サクサク。あ、これボスじゃん。
何してんの帽子ですよね。どっちかっていうと帽子やで、これ。なんとなく言ってることはわかんねん。多分ね、蓋閉めなあかんねん、これ。蓋閉めへんかったら、あれじゃんか。あれ、ここ入れるよ。蓋閉めへんかったら、あの上登られへんやんか。やから、あの蓋閉めなあかんねんけれど、蓋の閉め方な。奥に押せるやん。あ、そういうことやったんか。めちゃくちゃ簡単なことやん、それは。いや、簡単なことにすごい頭使わせてくるから、このゲーム。こっちが登れないの。あ、ここ筋トレできるだけやん。あが。てか、カボコが寒がってんねん。早く雨風しのげるところを用意してやってくれよ。なんで行かれへんねん、これ。もうちょいこっち。ギリギリまで行こう。ギリギリまで行きよ。ギリギリまで行きよ。とオッケー。カボコついてこれる？寒いの。寒い言うて。もうここでちょっと雨宿りせん。雨宿りしても寒い。じゃあここじゃあかんな。はよ、体拭かなあかん。ほんなら。これ帽子ちゃん。あ、お化けいる、お化け。帽子じゃ、これあれやん。これあれやん。はーい、ジョージ。浮かぶ時間だ。めっちゃ今上手くなかった、ほんで、ペニーワイズ。あ、ヘーベルハウスじゃん。なんか偽ヘーベルハウスいるやん。ヘーベルハウス。ここ流してこれ出てくんで。ペニーワイズ。はい、ジョージ。浮かぶ時間だ。ここで雨風しのげるんちゃう、カボコ。帽子じゃない、なんかバナナか落ちてるやん、これバナナかは。バナナの皮に思い入れが。バナナの皮じゃねえ！お前！オーマイガー！お前やったんか！近んな！お前とはここまでや！近んな、バケモンがお前！近んな、お前！いやね、こいつね。ちょっと知らん人にちょっとネタバレになるから、前作ネタバレになるからちょっとあんまり詳しくは言えないんだけど、こいつ前作の主人公なんですよ。シックスってお前やったんかっていう。カボコお前がそうやったんかっていう感じなんやけど、こいつね、前作の主人公なんですけど、超一級の危険人物なんですよ、こいつ。まあ、詳しいことは言えないんだけどね。ネタバレになるから、詳しいこと言われへんねんけど、こいつ超一級の危険人物やからな。いや、マジか、こいつと一緒に行動せなあかんの、俺嫌なんやけど。でも、それ言ったさっきのあれもちょっと納得できんな。お前もうカボコって呼ばれへんやん、こいつのこと。これなんて呼んだらいいの、お前のこと。悪魔。黄色いレインコートの悪魔やん。これ帽子？でかすぎるよな、さすがに。こいつマジでね、サイコパスやからな。さっきのあれ納得いくわ、ほんなら。いや、道理でなんかちょっとおかしいと思ったら、キレてんのかと思ったら、もともとそういうやつなんやん、こいつ。こっち側から行くやつ？これまた筋トレもできへんわ。フォーメーションカボコや。まあ、カボコって言わんけどな。フォーメーション、黄色いやつや。こいつはもうカボコなんかじゃねえ。黄色いやつだよ。もう置いていった方がいいと思うんだよ。もうごめん。お前とはもうここまでやわ。お前みたいなやつと俺一緒に行動できへんから。ごめんけど。くそ、ダメか。騙されへんからな、俺は。お前みたいなやつに、しゃあなしやね。逃げろ。ついてくんじゃねえ！バケモンがよ！まあ、気になる人は、ワンをやるか、僕がね、だいぶ前のやつやから、ちょっとね、すごい喋りとかたどたどしいねんけど、昔にやった方をね、見てください。リトルナイトメア1を。こいつが何なんかわかるから。ごめんけど、お前ちょっと愛着湧いとったけど、もうごめん。お前に愛着すべて消えたわ。これちょっと足早いねんな、ほんで。うわ、これ新しい建物やん。でも、こいつといるよりマシ。こいつとおるより絶対にマシ。食われるかな、絶対に。いや、でもね、こいつ出てくんの知ってたんよ。まあ、あれね、公式のビジュアルにもデカデカとこいつ乗ってるしさ、デカデカとは、ではないな。こじんまりとしてるけど、真ん中にいたから、まあ、こいつが出てくんのは知ってたんやけど、まさかな、カボコがなんかで死んで、
入れ替わりでこいつが入ると俺思ってたやん。まさかカボコがお前やったとはな。ほんまに裏切られた気分やわ。犬やと思ってこうてたんがヒグマやったみたいな感じやもん。いやほんまそれ、うわ、これちょっと待って、めっちゃ怖いやつやん。ちょっと待って、ここあれちゃう病院やろ。あの病院めっちゃやばいって俺な噂で聞いてん。噂で、風の噂で聞いて、病院やばい怖いでっていう。これせやな。ここがそうやな。うわ、こんな怖いところ、こんな化け物と一緒に探索せなあかんの。超一級危険人物のこのサイコパスと、あ、危ない危ない、あ、助けてくれた。でもいずれ絶対ね、こいつあれやで、裏切るで俺のこと。もう分かったもん。お前ネタバレ言っていい？こいつラスボスやろ。こいつ絶対ラスボス。いやでも今のうちに死んどいた方がマシ。いつも俺と一緒にいじけてくれんのにさ、もうレインコート着た瞬間あれやからな、あの動きやからな。アサシン、これどういうベッド？ここで寝るやつおんのか。匠の粋な遊び心やな。これ、ちょっと待って、どの辺から走っとんだ？この辺？いや、怖え。奥行きがあるからな。奥行きに食われるぞ。前から掴むときボタン押さないといけないからな。自動では掴んでくれへんからな。見た目こんなこじんまりとしてんのにさ、その辺結構ハードなんよな。なんでなん？いやーこれ何回やるかな ?25 回ぐらいかな。多分この感じからしたら25回ぐらいでクリアできる。自信はあるな。25回でクリアできる自信がある俺。だいぶ強気に出てるけど。あいつでもこの辺からちょっと、この辺からやな。あいつ飛んでんな。あいつの動きちゃんと見なあかんねんな。危な。危ね危ね。オッケー。28回かかった。で何これ、取ったらあかんや、そんなもん。はめろはめろ、はい、お前。うわ、そういうやつか。なんか光を駆使していかないといけないやつなんかな。ちょっとまあ、そろそろ来るかもしれんぞ。カボコ、カボコじゃねえ、バケモン。まあ6っていうねんけどね、正式名称。あの6は一応ね、女の子という話やから、まあ結局んとこカボコが女の子っていう考察はあってたんやな。近寄んなよお前。俺に1メートル以上近寄るなお前。絶対に。そこを破ったら俺はお前を殺すこと。やられる前にやる。お前、やられる前にやるぞお前。後ろから突き落とせも、突き落とせお前。突き落とせも。今のうちに処分せ。てかこれ1より後ろやな多分、話からして。1の過去の話。危な。ちょ、危ないって言ったところじゃん今。ちょ、早く行け。崩れる。おい。うわ、我先にな。ほら、出た。サイコパス。サイコパスのあれが出てるもん。我先に行ったよ。俺のこと待たんと。あ、こっからなんか覗いてきそうやな。後々。自分が助かることしか考えてないからな。自分、うわ、暗い。いる？ちょ、掴むな、俺を。あ、俺が掴んでんのか。うわ。ライトを使う。うわ、サイレントヒルや。うわ、なにこれ、怖っ。ライト使うのむず、ほんで。サイレントヒルじゃん。ほら、お前。あ、ほら、光嫌がるマン。光嫌がるやん、こいつ。な？やっぱり、あ、闇の世界の住人やから、こいつ。ほんま、マジで信用できん、こいつ。うわ、えげつないな、これ。マジで、えぐい怖いやん。俺多分、ごめんけど、次回更新まで多分、チカチカしてる。次回更新までごめんけど、俺1ヶ月ぐらいかかるかもしれん、これ。電気つけんかったらこんなんやってられへんわ。怖すぎて。いや、怖くないけどな。俺が怖がった方がみんなおもろいやん。やから、嘘でも怖いって言ってるだけであって。いや、これ、ここ閉まってんね。閉まっちゃってるおじさんやん。帽子がね、どっかにある。これ帽子じゃねえ。さすがにこれは違うか。いや、でも、ある意味で言えば、こいつをちゃんと味方にできれば、最強の味方にもなりうるからな。ここ電気ついてんじゃん。よかったー。なんかいなかった今。気のせい。あ、よかったー。明るい。これ電池とかあるかもしれんからな。なるほど。新しいガジェットってことか。よっこら、翔一郎。おい！出てきたぞ。お金入れてへんのに。お腹タップタップなんで、こんな飲んだら。ほら。あ、なるほどな。謎を見る前に謎を解いたな。
謎ではないけど。これちゃんと投げれるときこうやって上掲げるもんな。わかりやすいね、これ。めーちょっとなんか嫌な予感しかしないですけど。あー、また真夜中テレビや。あ、真夜中、いった、頭。でも真夜中テレビになったらこれカボコをついてけへん。カボコじゃないわ。黄色いレインコートやつ、黄色いやつな。あいつはもうカボコじゃねえ、黄色いやつなんだよ。これ周りのやつとかバカ怖いな、これ。バケモンみたいな、ここにちょっとシャドウみたいなのいるやん。シャドウみたいなマネキンいるやん。で、またこれ放送局合わせるやつやん。